歌の中に登場する贈り物を描いたイラスト。クリスマスの12日間はクリスマスを祝う歌の一つで、クリスマスから高源祭りまでのクリスマスの12日に毎日もらった贈り物について歌っている。1780年にイギリスで歌詞が作られて、現在のメロディーは1909年のフレデリック・オースチンが民謡から取ったという。歌詞は積み上げ歌の形をとっている。 中略。12番の歌詞の日本語訳英語の歌詞は韻を踏むことが優先されているので、日本語に訳すと意味が奇妙になるところも多い。なお、11番に登場するパイパーズは特にバックパイプ等の笛吹きを指すことが多い。10番に登場するローズは両主や君主などの訳も見られる。5番のゴールデンリングスはゴールドリングスの歌詞も見られる。4番に登場する コーリングバーズは、米国で主に使われる歌詞で、英国では、コリーバーズとされることが多い。2番に登場する、タートルダブスは、A リーピングなど、A 現在分子は、進行形の固形であるが、ここでは、音節数を合わせるために、直前の名詞が単音節の場合に、限り A マイナスの形を採用し、直前の名詞が2音節の場合は A、A マイナスをつけていない。また、 12番から9番までの贈り物の順序が違う歌詞もある。1から12番の My True Love Sent to Me を My True Love Gave to Me とする歌詞もある。なおそれぞれの数字に意味があり、例えば10人の貴族は10回、1羽の山うずらはイエスを引誘する。この歌は替え歌が多数ある。ハワイではマグルン、ケニー、フェルプス三者作詞のハエの文物を読み込んだ。 クリスマスの12日間、ハワイアンスタイルが盛んで、クリスマス時期に、子供たちのコンサートなどでジェスチャー入りでよく歌われる。歌詞は、No.1 Day of Christmas m ゥ t o o ツ Gave To Me で始まり、ハワイ語で、トゥトは、おじいさん、おばあさんの意味。クリスマスの12日クリスマスの12日、12 Days of Christmas p i d g ク n Lyrics by e t o n Bob, Magoon, Jr., Edward Kenny. ゴードン・エル・フェルプス・ハット12デイズ・ハワイアン、スタイル・ソング・スティル・ファン・アフター・50・イヤーズ。ありがとうございます。